皆さんこんにちは。今週も始まりました鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きな方をゲストとして迎え、ご自身の鉄道趣味について熱く語ってもらう番組となっております。鉄道が好きな方もそうでない方も楽しんでもらえるような内容でお送りしてまいりたいと思います。本日 MC を務めさせていただきます、新潟大学大学院、修士1年の立花宗太郎と申します。本日もよろしくお願いします。はい、本日、MC 私一人の体制でいきたいと思います。運転士一人の列車がワンマンカーというように、鉄トークの MC もワンマンカーということでいきたいと思います。本日のゲストを紹介したいと思います。では本日のゲストの矢沢博之さんです。はい、新潟大学法学部3年の矢沢博之です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう、秋なんですが、ね、秋といえば車窓から見える紅葉がすごい綺麗になるじゃないですか。そうですよね、綺麗ですよね。はい、ですよね。矢沢さんご出身って長野なんですけど、はい、長野ですか。新潟から長野県に帰られる時は、信越線を通っていきますか、飯山線を通っていきますか。まあ、信越線と言いたいところなんですけど、はい、やっぱり大学生の身分なので、はい、やっぱり安い高速バスを使わせてもらってるんですが、はい、やっぱり信越線の紅葉とかも、すごい綺麗だと思います。はい、綺麗だと思います。乗ったことは？あ、乗ったことあります。はい、綺麗でした。綺麗です。はい、ぜひ長野に置いてください。よろしくお願いします。わあ、そうですよね。信越線もやっぱり山深いところを、そうですよね、まあ、特に、直江津と長野の間はそういうとこ走ってるんで、まあ、すごい綺麗かと思うんですが、僕としては、まあ、磐越大線とか米坂線あたりが綺麗なんじゃないかなと。特に磐越大線なんかはね、その川の近く走ってるんで、まあ、場所によっては紅葉が川に反射するようになって綺麗になるんじゃないかなっていう、ね、はい、葉っぱと川の共演がすごい綺麗ですよね。そうですね、まあ、秋にちょっと時間があればね、乗ってみたいかなと思います。では、この番組のメインのコーナー鉄トークに移りたいと思います。このコーナーは、ゲストの方が、ご自身の鉄道趣味について熱く語っていただくコーナーとなっております。矢沢さん、その熱く語っていただくネタを持ってきてくださるとくださったということで、はい、どのようなネタを話されるんでしょうか。はい、僕は結構旅が好きなので、旅に鉄道を使うんですが、はい、その時の話について、語りたいと思っています。はい、あ、旅には鉄道を使うんですか。そうですね、帰省には高速バス使うのに。やめてください、そういう。まあ、それは置いといて、はい、鉄道を使うと旅には、はい、どんな旅をされたことがあるんですか、今まで。はい、僕は結構一つのテーマをがっちり決めて旅をするっていうのがすごく好きなので、はい、そういうお話を今日はしてみたいかなっていうふうに思っています。あー、テーマを決めて、はい、と言いますと、例えば今までどんなテーマで旅行されてきたんですか。まず2年の夏に、はい、新花巻というところに来まして、はい、あ、出ますかね、はい、新花巻駅、はい、あ、して東北新幹線と釜石線の駅ですね。そうです、はい、で、ここ東北新幹線通る前は、はい、実はここ矢沢という地区で、はい、僕の名前とほぼ同じなんですよ。まあ、そうですね、はい、はい、ね、濁点があるかないかで、濁点が、はい、本当は矢沢っていう地区だと思ってちょっと親近感湧いていったんですけど、はい、ちょっとよく調べてみたら、はい、矢沢っていう地区でちょっと点々が足りなかったんですよ。それはちなみに当日行ってから気づいたんですよね。そうなんですよ、はい、ちゃんとネットで調べたつもりだったんですけど、はい、点々を見落としてまして、あ、そうなんです、行ってから気づいたんですよ。まあ、ね、点々を見落としてもいい思い出じゃないですか。そうなんですよ、ね、はい、で、はい、ここ最近は結構僕ゆるキャラに興味を持っていまして、はい、これ実家の写真なんですけど、はい、左から バリーさん、島根っ子、ひこにゃん、アルクマ、ぐんまちゃんということで、今回僕もコレクションの中から持ってきて、はいはい、レルシさんとアルクマです、はい、ああ、ぬいぐるみですね。そうです、はい、結構こういうの集めるの趣味で、で、そうですね、この僕もでっかいぐんまちゃん以外は、はい、これ僕自分で買ってるんですよ。ちょっと、あ、恥ずかしいんですけど。まあまあまあ、ご当地のお土産なんで。そうですね、まあ、ちょっとあんま恥ずかしくないとは思うんですけど、ね、ご当地キャラのぬいぐるみだったら恥ずかしくはないと思いますよ、そんなに。はい、はい、
で、はい、まあ結構今ゆるキャラブームで、はい、これ6号さん9月28日にデビューしたばっかりの新型の E653 系の稲穂ですね、はい、でこの車両今塗装にゆるキャラが使われてまして、はい、そうなんですね、はい、全部で8体のゆるキャラが描かれてまして、これはトッキッキとレルシさんですね、はい、はい、あ新潟県ので、これはタイ内のヤラニャンっていう猫のキャラクターなんですけど、はいはい、はい、で、次がこれぞゆるキャラって感じだと思うんですけど、ちょっとゆるさ満点の山形県の知的路くんっていうキャラクターですよね、はいはい、でこれはあの、来年行われる山形のディスティネーションキャンペーンのキャラクターなんですよね、はい、あそうなんですか、そうなんですよ、はい、まあ、そういうキャラクターがいっぱい描かれている6号さん系、はい、まあ、見てきてあの結構8社もゆるキャラが描かれてるんで、あ、はい、結構すごい、あの塗装にゆるキャラってすごいですよね、まあそうですね、まあ本当観光で売ってるっていう、観光でも売り出したいっていうのがあるんでしょうね、はい、でまあ、 あの旅の話に戻るんですけど、はい、僕2年の夏に彦根に行ってきまして、はい、はい、彦根駅ですね、はい、で彦根駅降りるとやっぱり、はい、彦にゃんがいて、彦根城徒歩10分なんて歩いてるところに、はい、まあ、ヒコニャンがいるんですよね。ヒコネはもうヒコニャンの、結構そうですね、ヒコニャン、ヒコニャンで有名なんで、はい、まあ、3年の夏、あの9月にかけて、今年ですね、今年ですね、はい、はい、行ってきたのがこれ出雲市なんです、ね、出雲市、出雲大社をイメージした駅舎なんですよね、ああ、はい、はい、立派ですね、立派な駅で、はいはい、で出雲のゆるキャラ、島根のゆるキャラっていうと島根っ子って今いるんですよ、はい、はい、で結構これゆるキャラグランプリとかでも結構上位につける、はい、あの有力なキャラクターなんですよね。ああそうなんですか、はい、あれはもちろんあれですよね、そうですね、多分出雲大社を、出雲大社の屋根をイメージした兜をかぶって、兜なんでしょうかね、兜なんですかね、いや僕にはどうも、あの耳の部分に穴の開いてる兜にしか見えないまあそうですね、ですけれども、はい、はい、へー島根っ子、はい、はい、でまあ出雲と同時に今治に行ってきました。これ今治航海家なんですよ。あ、そうなんですか。はあ、おー、なんかすごいね、四国のコーポレートカラーの水色がなんかやたら強調されたようないい感じの駅ですね。結構かっこいい駅ですよね。はい、でやっぱり今治っていうと今バリーさん、はい、去年のゆるキャラグランプリ1位のキャラクターがいまして、はい、はい、駅にバリーさんの像が、はい、結構高いんですよ、100センチ。あ、これは観光物産館で、はい、観光物産館もバリーさん一色みたいな感じで、あ、そうなんです、ね、もうある意味ヒコニャン的な感じですね。そうですね、やっぱり優勝すると結構あれなのか、あ、ゆるキャラグランプリで優勝、そうですね、はい、去年優勝なんですよ。あ、これもうでっかいバリーさんなんですよ、はい、おお、あの僕さっき買ったバリーさんはちっちゃい、はい、あそこの右の方のちっちゃいバリーさんなんですよ、はい、なのでこれもう顔面以上あって結構大きなバリ、はい、あのやっぱりあれなんですよね。あ、そうなんですか、はい、あの鉄道の関係あるゆるキャラということで、はい、これは青いのがコトちゃんで、はい、ピンクのがコトミちゃんって言って、はい、この2人実は結婚してるんですよ。おお、はい、結婚してるゆるキャラって結構珍しくないですか。僕は初めて聞きました。そうなんです、結構コトちゃんはわりかしなんかちょっと強気なので、はい、はい、これご当地キャラ総選挙で3位に入賞したんですよ、はい、今年のなんですけど、はい、で1位がふなっしーだったね、はい、あのキャラの大会なんですけど、はいはい、この写真ちょっとあの左下の方を見てもらうと1位のなし、2位の40歳って言って目のところが著作権で隠れてるんですよ。あ、どうなんですかね、隠しても分かっちゃいますよね、どちらも、まあ、そうですね、はい、あのふなっしーとあの岡崎の岡左衛門っていうキャラクター、はい、岡左衛門、はいはい、ちょっと奇抜なあれなので、はい、あのネットでググってもらえばいいかなっていうそうですね、そうですね、はい、本当に緩いんですよ、もうなんとなく、はい、ああ、はい、もうゆるキャラらしいですね、はい、まあ、そういう旅を通じて結構あの、はい、最近はあのゆるキャラを、はい、まあ、あのテーマにしたキャラを、そうですね、旅をしているっていうお話を、ね、一つテーマを決めて旅すると、まあ、旅の楽しさも ね大きくなりますしね。まあ、はい、今あのレイシさんもアルクマもあのご当地キャラ、あ、違う、ゆるキャラグランプリっていう大会に出てまして、はい、レルシさんは今結構苦戦中なんですよね。70位台ぐらいなんですよね。はい、アルクマは今30何位なので、はい、ぜひ応援してください。あ、ちなみにあの長野県出身の新潟大学生としては、新潟県のレルシさんか
長野県のアルクマかどっちを応援しておりますか。アルクマです。すみません、ごめんなさい。わあ、やっぱりね、そこは出身地優先しますよね。そうなんですよね。はい、はい、あー、そうですか。はい、ゆるキャラの楽しい、ゆるキャラと楽しい旅の話ありがとうございました。ここで一つ宣伝をさせていただきたいと思います。10月19日日曜、あの土曜日と、10月20日、日曜日の2日間で、新潟大学では、新大祭という学園祭が行われます。その新大祭に、私たちが、所属いたします。新潟大学鉄道研究部も展示を出すことになりました。例年だとこの2日間、出させていただいているんですが、今年は2日目10月20日日曜日のみの、出展となってしまいました。1日だけですが、頑張っていきたいと思います。詳しい、場所なんですが、総合教育研究棟 B354 号室で展示しております。展示内容ですが、鉄道模型の、運転や、東部の武士である自由席の配布、グッズの展示など楽しい企画を用意しておりますので、ぜひご来場ください。鉄道が、ものすごい好きな方でも、ちょっと好きな方でも、あまり興味がない方でも楽しめるような展示で、お待ちしております。10月20日日曜日、新潟大学の学園祭新大祭でお会いしましょう。詳しくは新潟大学鉄道研究部のホームページ、ブログ等をご覧ください。新潟大学鉄道研究部で検索していただけば、出るかと思います。ご来場お待ちしております。では、本日も、鉄トーク、終わりの時間が近づいてまいりました。矢沢さん、次の旅のテーマはどんなテーマにしていきたいと思いますか。そうですね、はい、やっぱり熊本、今すごく暑いと思うので、九州に行くついでに、はい、熊本に行って熊本を見てみたいなっていうのがありますね。大学4年間の中でやっぱり、はいはいはい、そうですね、九州はちょっとまだ上陸したことないので。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はいはい、なので九州の鉄道、今、はい、七つ星もこの10月から走り出すということで、はい、結構注目のところだと思うので。そうですね、はい、はい、見てみたいなというふうな、はい、思っています。はい、はい、ではその話はまあ後で、まあ、個人的でもいいですし、ちょっと待ってください、はい、個人的なんですか。個人的に、聞かせていただくでもいいですし、こうやってもう一回鉄トークに出るでもいいですし、はい、また何らかの形で私が聞かせていただきたいなと、はい、ぜひ教えたいと思います、はい、思います。はい、はい、では楽しみに待っております。はい、はい、では本日の鉄トークの時間、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた次の放送もお楽しみにしてください。さようなら。